では、グラフに書いていきますよ。グラフは、問題で言うと、縦の長さはどのように変わりますか、どのように変わりますかということを分かりやすく、しますね。比例の時もそうでしたね。反比例の時もきっと分かりやすくなると思います。まず、表から確かめていきましょう。横の長さが1センチの時には縦の長さは12センチ。それをグラフで表すわけですよ。縦軸が縦です。横軸が横の長さですね。2センチの時は6センチ。掛け合わせると12という決まった数になる。ね、横が3センチの時には縦が4センチ。4センチの時には3センチ。5センチの時には2.4センチ。6センチの時には2センチ。以下、ずっとあるわけですね。この表からもどのように変わりますか、ね、掛け合わせると12という決まった数になる。こういうことが分かりましたね。それから縦の長さは決まった数12を横の長さで割った数になる、ね、決まった数12を、X 横の長さで割った数ですね。じゃあグラフに書き入れますよ。横の長さ1センチの時は縦の長さが12センチ。横の長さが1センチの時は縦の長さは12センチです。ここですね。横の長さが2センチの時は縦の長さは6センチです。横の長さが2センチの時は縦の長さは6センチ。ここですね。さあ、どういうふうに変わっていくでしょうか。横の長さが3センチの時は縦の長さは4センチ。横の長さが3センチの時、この時は縦の長さが4センチ。3センチと4センチの交わったところ、ここですね。どんな線になるでしょうか。横の長さが4センチの時には縦の長さが3センチ。横の長さが4センチの時には縦の長さは3センチ。比例の時のように直線にはなりませんね。横の長さ5センチの時には縦の長さが 2.4 センチ。5センチの時には 2.4 センチ。このくらいでしょうか。横の長さが6センチの時には縦の長さが2センチ。6センチの時には2センチ。さあ、結んでみますよ。どんな線になるでしょう。どうですか。直線ではありませんね。曲線ですね。横の長さがもっと増えた時も考えてみましょう。横の長さが8センチの時は、12÷8 ですから 1.5 になります。縦の長さは 1.5 です。こうなるわけですね。7センチの時は、1.7 くらいでしょうか。そんなくらいですね。横の長さが10センチの時には、1.2 センチ、ね、12÷10になりますから 1.2 ですね。はい、こうなります。9センチの時には1.3くらいでしょうか。それから12センチの時、
これは分かりやすいですね。12÷12だから1ですね。横の長さが12センチの時には縦の長さは1センチです。11センチの時には 1.1 に近いですね。 1.09 くらいでしょうか。さあこれはどういう線になりましたか。曲線ですね。縦の長さはどのように変わりましたか。これに答えるには非常に分かりやすい、グラフができましたね。横の長さが 1.5 センチの時も分かるわけですね。あるいは 4.3 センチというような時にもこれはグラフを使えば大体のことが分かるわけですね。どのように変わりますかっていうのをグラフで表すとこんなふうに、一目で見て分かるようになります。反比例は式で表すと y×x が12、別の言い方では y は12という決まった数を x で割った数値になります。y は決まった数割る x、 こういうふうにまとめることができるわけですね。反比例の勉強どうでしたか。よくわかりましたか。正比例と反比例、ここで勉強したことは満点プリントでもう一度勉強してください。